どうも、PMF ワールド9のドライトです。さあ、今回はフレンド・オブ・サバイバルで廃校探索パート2です。やっていきます。よろしくお願いします。そして、今日の参加者は、受験のしがらみから脱出しました、アジさんです。はい、どうも、みんな、お久しぶりです。アジでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。みんな覚えてくれてるかな？そうだよ、こんなキャラクターだよ。そうです、こんなキャラクターですめっちゃ新鮮だ。新鮮でしょ、Wii U やるのも久しぶりじゃない？ですね、もうなんかゲームパッドを触るのがもう半年ぶりぐらい。いや、それはちょっと言い過ぎたかもしれないけどでも本当それぐらいでしょ。ですね、うん。おー、ということでやっていきましょう。はい、じゃあまず行く前にこのダイヤモンドを使ってね、剣と、ツールを作りましょういいですね。じゃあまず剣の分とをつる箸とスコップを作ろう。はい、一人一本ずつ作ろう。ありがとうございます。いよいよエンチャントきた。やろうぜやろうぜ。エンチャントレベルある？レベルあれですね、19ですね。あー、じゃあやめとこう。じゃあ俺がやります。レベル54。力強いよし、じゃあまず俺からだ。おーい、ああしまったしまった、忘れ物。ここだな多分。あったあったあった、よかったよかった。ラピスラズリ忘れてた。あ、そうそう、これいるんだったな。ではまずは、お、効率4か、鶴橋。あー、どうしよう。おお、なるほど。あ、シャベルもよし、剣は微妙やった。お、じゃあ鶴橋1個見ましょう。はい、鶴橋の効率4は何がつくかな。どうだ、えい、あ、効率4だけ。あああららら、ら、残念。おっと、シャベルが効率4、鶴橋も効率4、わお、剣がノックバック2いらないマジか。さあ、どっちがいい？どうしよっかな。じゃあ鶴橋でいきましょう。お、もういっちゃう、いっちゃいましょう。でも、はい、あ、効率4。お効率4ばっかだ。いらなかった、シャベルが。あ、幸運3いらねえな、シャベルの幸運さん、鶴橋についてほしかったな。そうだな、失敗したな、これは。虫殺し4かマジか、いらないよね、いらない。じゃあちょっと別のもんに入れたらいいのか。そっかそっか、あー、なるほど、うんうん、あ、できるね。じゃあ適当になんか木の剣でも作って、それにレベル1のやつを入れればいいんだよね。そうですね、よしよし、これで変えて、でダイヤの剣が鋭さ3。シャベルが、お、シャベル効率4。おお、こっちだね。え、結構シャベル効率4ってありがたいですね。うん、一瞬で掘れるんで。お、耐久3がつきましたね、追加して。お、よし、あ、技能1シャベル。技能、あ、技能わかんない。シルクタッチ。あ、なるほど、シルクタッチ欲しいな、1本ぐらい欲しいですね。じゃあ行こう。お、効率4、耐久3、技能1、きた。お、めっちゃいいじゃない。きたきた、あ、虫殺し4あらら、よし、じゃあとりあえず入れて、次、あ、鋭さ4、きた、これいいな、入れとこう。お、アイテムボーナス3入った。おお、やったやった。で最後、あ、鋭さ4いっちゃおうか。 OK です。はい、あ、間違えた。はい、お、火属性2入りました。おお、結構いいんじゃないですか。いいですね、これは。やった。あ、そうだそうだ実はね、
本を持っててね、はいはいはい、アイテムボーナス3のエンチャント本があるんで、この剣に火属性2にアイテムボーナス3を追加しましょう。お、いいですね。ここだった。よし、追加しよう。あっと、オッケー、できた。おお。さらに言うと、修繕もあるんだけど、どれ使おうかな。修繕か。あー、なるほど。まあ、まずダイヤモンドのシャベルに修繕つけとめかな、これは。そんで最後は、アイテムボーナス3の火属性2に入れてみよう、修繕。これで OK でしょ。OK です。あ、俺火属性の本持ってた、これつけた。すごい、めちゃめちゃあります。じゃあアジさんに、はい、これと、お、じゃあこの大事なもんをあげよう。お、すごい。で、ちょっと、はい、これ残念なやつ。うわ、怖い。あ、残念でした、こいつ。残念なやつや。じゃあもう、ホリホリ隊でいきます。 OK。あれ、修繕まだあったわ、この中に。つけとこっかな、自分の剣にでも修繕を。修繕はいるからね。あー、しまった、カー君に鶴橋を渡したままやった。あ、幸運の鶴橋。マジか。しまった。よし、それでは行きましょう。廃校探索です。行きましょう。よし、頑張ろう。さあ、これを押して、はい、はい、乗ってスタート。お、行きましょう。おー、すごい。あ、しまった。めっちゃすげー。ちょっと待って待って。あー、やばい。あー、大丈夫。あ、やばい、やばい、やばい。おー、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 すげー。はい、めっちゃすげー。さあ、行こう。廃校探索第2弾。さあ、気をつけてね。ゴー。こっちは違うな。ちょうど端っこないね、もうこれ確か。あ、そうなんですね。うん、ど端っこない。おお。あ、ハサミ持ってくればよかったな。これもう行ったところ、なんか土とかで埋めときますか。お、そんな方法？こうやって。あ、そんなんできるんだ。あ、いいね。そしたら迷わないんじゃないですか。じゃあお願いします。おい、うわ、やばで、こやば。そうね、こっちがまだやったんよ、すっごい奥が。うーわ、なんだこれ、怖いよ。この一個奥にもありますよね。そう、手前の方と奥の方。さあ、怖いよ。あ、やばい、ごっつぁんさん来ちゃった、ごめん。あー、ありがとう。あー、よかったよかった、気づいてくれたんだ、ありがとう。最高か。行きますか。おう、よし。よし、このままどっか左に曲がれば。あれですね、簡単に行ければいいんですけど。行けないね。掘ってみる。掘りますか。うん。あ、来た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 。お、来た来た来た。お、すごい。バッチリじゃん、俺。やば。よし、試してみるもんですね。うん、ほんとそうだ。うわ、すごい形をしてる。ほんとね、変な形してたぞ。すごっ。すげえこれ。おっ、ゾンビの声が。間違いなく迷子だな、これは。あ、鉄持ってきてなかったわ。しまった。あー、やばい。僕もです。あ、そうだ。やべ、ハサミも作ればよかった。クモの巣対策。あー、なるほど。うん。なんか、剣使っちゃうともったいないですもんね。そうそう。あと、クモの巣のまんまだと、糸が9個手に入るの。あー、てか、おい？あれ？あ、反対側来たんじゃないですか、これもしかして。マジか。もうこっち側来ちゃった。
真ん中通り越して。あれは端っこ、あ、てかこっちなんもないですね。なんもない、ただの行き止まりでしたよ。もう そこで終わりです。そっか、違うのか、ここじゃないみたいですね。うん、ただここに木があるのもね、なんか怪しいんだけど。あー、なるほど。ほら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 、来たほら来た。うお、あれなんだこれ、なんでこれ、あれ何これ、え、あー自分とこじゃん。あ、自分が作ったとこやん、ここ大迷宮。なんだよ、すごい。あ、ここに戻ってくるんだ。そうそうそう、すげえ。そうなんだ、ここ気づかなかった。ってことはここまっすぐ行ったらもう反対側なんだ。そうだったのか。いや、それは知らなかった。こっち確か行きましたもんね。うん、じゃあこっちから来たのか。あれどうやったっけ、多分なんかすごい形してるみたいな下りをやった気が。あ、ここで言えたね。おっと、ちょお、ぶんな。え、なになに、あ、向こうもある、あるけど、やばい、これは、よいしょ、どうしよう、弓を持ってきてなかった。よし、じゃあちょっと僕にまた任せてください。お、なんだなんだ、え、え、嘘、あ、うそ、ウィッチいるの、ウィッチいるの、待って、マジ、待って、マジ、どこ、やばい、めっちゃ投げてるやん。行って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 、やばい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 、ここだけ、ここだけ置きたい、ここだけ置きたい、大丈夫か、よし、あー、まあ、なんとかなると思います。あ、よかったよかった、上、よいしょ、いや多分下ですね、下、おお、また、うわ、あいつめっちゃ厄介なとこいますね。マジか。ちょっと待てよ。ちょっと階段にしてったらどうですか、これ。